やりません。俺はそんなノリには絶対染まりませんから。あれって言い切りだね。やるじゃねえかユリ。三人抜きさ恐れ入ったぜ。早く負けて俺のご立派様をお披露目したいな。よく言うぜ。どうせ爪楊枝だろ。のことを覚えてるか。これもう捨てないとダメみたい。俺の手そんなに汚いのか。イオリがこんな頭の悪い人間になってるとは思わなかった。違うんだ。